南米北西部、今回はコロンビアに入国し、まずは国境にある世界一美しいと言われている教会、バックパッカーに人気のコーヒー農園の町サレント、南米最後の町首都ボゴタの映像をお伝えする。来る感じになります。いやー、久々の徒歩の国境越えです。さあ、これからエクアドルからコロンビアに入ります。この川が国境ですね。この線です。第15カ国目コロンビアの前に、コロンビアについて少々。人口5000万人、スペイン語でコロンビア。南米ではブラジル、アルゼンチンに次ぐ経済大国で、コーヒーの生産世界3位のこの国。よく知らないけど、ちょっと荒れたイメージがあるコロンビア。それは内戦と麻薬戦争のイメージが大きいからだと思います。確かにコロンビアはキューバ革命の影響で生まれたコロンビア革命軍という反政府組織と半世紀にわたって内戦をしていて、それに加えて1980年から90年代はメデジンカルテルという超巨大なコカインの密売組織と麻薬戦争をやっていて、街中でテロが起きていました。そんな荒れた時代を説明するのに避けて通れない人物は、歴史上ナンバーワンの麻薬王と言われたパブロ・エスコバル。エスコバルはメデジンカルテルという麻薬組織のトップで、アメリカをはじめ世界中にコカインを密輸し、巨万の富を得て、最盛期の資産は3兆円、世界7位の富豪にランクインされるほどでした。圧倒的な資金力と暴力を後ろ盾に、警察、政治家をことごとく買収。プラータ・オ・プローモという殺し文句とともに、家族の写真を見せ、買収に応じないと家族がどうなっても知らないぞと脅迫。応じなかった相手は射殺、もしくは爆弾を仕掛けて暗殺しました。エスコバルに都合の悪い法律を作った法務大臣を暗殺したり、大統領が乗っていると情報があった民間飛行機を爆破するなど、あらゆるテロ活動で民間人の犠牲者も多数出し、コロンビアを恐怖と怒りの渦に巻き込みました。麻薬組織とコロンビア政府の戦いに終止符が打たれたのは1993年。長く潜伏生活をしていたエスコバルを見つけ射殺。絶対的なトップを失ったメデジンカルテルはついに壊滅し、麻薬戦争は終結しました。実はコロンビアにはもう一人のエスコバル、アンドレス・エスコバルがいます。エスコバルは僕が初めてテレビで見た94年ワールドカップでオウンゴールを決めてしまい、コロンビアに帰国後に射殺されてしまいました。そのニュースを見て、コロンビアはなんて恐ろしい国なんだと印象がついてしまい、そのイメージがずっと頭にある人もたくさんいるはずです。そんなアンドレス・エスコバルがキャプテンとして率いていたナショナル・メデジンというチームは、1989年に南米のクラブ大会で優勝しています。その時のオーナーはなんと麻薬王のパブロ・エスコバルでした。 FIFA ランキングは10位です。コロンビアです。入ります。さあ、ここコロンビア、エクアドルの国境にいるんですけれども、ここに世界で一番美しいと言われている教会があるので、それがこれらしいです。ということで、これがね、世界で一番綺麗な教会と言われているものです。もうすごいところに建てたなって感じですね。崖ですよ、崖。新しい感じですね。素晴らしい。この石像がかっこいいですね。この通り道にこう並んでる、みんななんか楽器を持ってます。さあ、ちょっと細かいところまで凝った作りになってます。すげえな。座席の下でチェックしてます。はい、ということで、サレントという田舎町にやってきました。何にもないです。かっけえ消防車。
は子供たちの遊び場でしょうか。タコ揚げやってます。ほらーほらオッケー、いいよー。アサルカテ、アサルカテな。おいミラロット、はいはいはい。こちらがこの村の展望台ということなんですが、何でしょう、ごくありふれた山あいですね。ここでコーヒーが作れてるのかな。今私はコロンビアの、山奥の富永に来ています。出発から1年が経ちまして、今日はこちらの美容室で、髪を切りたいと思います。ということで、コロンビアでお任せできると意外と普通の頭になりました。高速の厳しい高校の生徒みたいな感じで、お土産ありません。以上、ちょっと中途半端な結果になりましたが、コロンビアでお任せで髪を切るとこうなります。以上です。以上、ボゴタからお伝えいたしました。ちょっとボゴタはですね、まあ、宿の人にビデオカメラあまり持っていかない方がいいよって言われて、ちょっと写真で、なんとか、ご了承、ご理解いただければと思います。で、南米は半年いました。特に変な犯罪に巻き込まれることもなく、一回、バスで事故ったぐらいで、特には何もありませんでした。まあ、一言で言うと、ものすごい面白かったです。まあ、サッカーも見れましたし、大満足です。足りないですね、半年じゃ。本当に南米を知ろうと思えば、もう3年ぐらいは必要なんじゃないですかね。まあ旅出て1年とちょっと経ちまして、でまあ旅出ると価値観が変わるよなんて言葉をよく耳にしますが、まあ差し当たり大きな変化はありません。まあ、価値観変わるっていうか、価値観を知るっていう方が大きいかななんて思います。
以上、南米大陸、最後の町コロンビアのボゴタからお伝えいたしました。で、次はですね、一度、ニューヨークに行きます。で、ニューヨークに1週間ほど滞在して、で、ヨーロッパ始めたいと思います。以上です。どうもお疲れ様でした。次回はいよいよ、まあ一回アメリカ始めますけど、いよいよ、ヨーロッパです。次回はニューヨーク。ヨーロッパに入る前にちょっとだけ行きました。そう、メジャーリーグを見に。次回、アメリカで戦う侍たち、お楽しみに。